はい、こんにちは。事業専門の税理士川南です。本日の動画は、いざインボイス制度が始まって消費税の課税事業者になった、要は消費税の申告をして消費税を納付しないといけないんだけど、納税貯金、要は消費税の払うための積み立て、いくらぐらいしとけばいいの、その目安について動画でね、解説していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter もしてますので、概要欄から飛べるようになってますので、合わせてチェックの方お願いします。また本を出版してますので、そちらの方も概要欄から飛べるようにしてますので、 SNS と出版した本、ぜひ合わせてよろしくお願いします。それではね、早速本日の内容に行ってみましょう。はい、本日の動画の内容です。インボイス制度、消費税の納税貯金、一体毎月いくらしておくと足りるのか、事前にね、準備していきたいという方はね、しっかりとこちら押さえておいた方がいいと思います。はい、本日の内容です。消費税の納税貯金額について解説をします。そしてどうして今回このね、積み立てが必要なのかという必要性を解説してから、インボイス制度についてざっくりとね、簡単に振り返ります。そして消費税の仕組みについてもね、少し簡単に解説をして、もしね、詳しく知りたいという方、インボイス制度も消費税の方も動画ありますので、しっかりとね、一からね、よくわからないから学びたいという方は、しっかり動画の方を見てください。はい、そして毎月の納税貯金額の目安について、これ表があるので、表にして紹介をします。はい、そして最後まとめ、本日このような流れに行きますので、よろしくお願いします。はい、そしてそもそもね、どうして消費税の納税等々税金の払うための積み立てが必要なのかっていうことを解説しますね。まずインボイス制度が導入される、そして今までね、免税事業者だった方は課税事業者になる方がね、中にね、出てくるかと思います。その場合ね、インボイス制度登録すると消費税のね、申告が必要となりますので、そうすると消費税のね、納税をする方が今までより増加するはずです。で、増加するということは、皆さん準備して備えとかないといけませんよね。そして消費税の納税が発生するということで、今まででしたら所得税1本だった税金が、もちろんその他ね、住民税、事業税等々ありますけども、所得税だけのものだったのに、プラス消費税という税金の支払いが発生します。もちろんその他税金もあります。そして税金というのは基本的に一括払いになります。中間納付ということでね、事前に半分を納めるっていうのもあるんですけど、まあ、基本的に最初1年目一括払いになりますので、こちらしっかり準備しておかないと、要は支払いができないとか、手元に資金がないっていう風になってしまいますと非常に困りますので、事前に積み立てをしていくってことが非常に大事になります。そしてもちろん納税には支払い期限、締め切りがありますので、そちらに間に合うように、納税ができるようしっかりと事前準備、資金繰りの予定をしておくということが大事になります。ですので、納税分はきちんと確保しておく必要があります。この納税分ね、もう使ってしまってないわっていう風になってしまうと困りますので、確保はしておきましょう。はい、そして結論なんですけど、積み立て目安っていうのは、この国税庁でこれぐらい売上ある方で、こういう業種の方はこれぐらい積み立ててくださいねっていう表があります。ここでね、もう見てね、分かる方はね、この後動画見なくても大丈夫なので飛ばしていただいていいんですけど、この表を見たとしても、自分が一体どこでとか、なんでこういう風に金額が出るのみたいな気になる方は、ぜひね、動画最後の方まで見てください。はい、まずはね、インボイス制度っていうのがそもそもどういうものなのかっていうのを簡単に解説をします。皆さんも大体ね、知ってる方増えてきてるとは思いますけど、今回この動画見てね、初めて勉強するとかね、インボイス制度って何ですかっていう方向けに紹介をします。この適格請求書保存方式っていうのがインボイス制度でして、開始が令和5年の10月1日からとなっています。そして適格請求書というものを出すためには、登録番号と一定の要件、まあ、要は一定の事項の記載が必要になります。この登録番号が税務署から発行される13桁の番号になります。このね、一定の事項が記載と言いますけど、多分皆さんが今まで出しているであろう領収書請求書見積もり等々に、まあ、基本的にはこの登録番号を載せれば該当するっていうふうなことになるので、そこまで心配することではありません。またこのね、一定要件についてね、動画過去のものにありますので、しっかり押さえてください。そしてこのインボイス制度なんですけど、税務署に申請をします。そして登録された方のみが適格請求書の番号を記載できるため、要はこの13桁の番号をもらえないと、この適格請求書に該当しませんので、登録した方だけが適格請求書の交付ができるということになります。そしてこの適格請求書の交付ができる、要はインボイス制度登録申請すると、課税事業者になります。自動的に、たとえ免税事業者で売上高が1000万円なくても、このインボイス制度、この適格請求書が発行できる事業者になりたいから申請して登録をすると、課税事業者に自動的になるというふうにイメージしてください。登録すると課税事業者になるということです。ですので、免税事業者のままだと登録番号
番号がもらえませんので、番号がなしということでインボイス制度には、ね、参加できないということになります。こちら過去動画インボイス制度について何本かありますので、ぜひ、ね、もうちょい詳しく知りたいとか、どういうことっていう方はこちらの動画を見ていただいてしっかり押さえてください。次に、ね、消費税の仕組みについていきます。消費税の仕組みってどういうものかと言いますと、例外もちろんあるんですけど、基本的に課税売上高が1000万円超、要は1000万円を超えた方は課税事業者になって消費税の申告書が必要になりますよというのが今までの仕組み原則でした。これにインボイス制度が入ることによって追加されるわけですね。ですので本来だったら免税事業者なんだけど、インボイス制度に登録したから課税事業者になったんですって方が出てくるわけです。そして消費税の申告は計算方法が2種類ありまして、一般課税というものと簡易課税という2つがあります。これ過去の動画で消費税のね基礎を知りましょうってところで、一般課税がどういうふうに計算をして、簡易課税はこういうふうに計算しますよって詳しく紹介した動画があるので、もしね2種類比較したい、どういったものか知りたいってことは、そちらの動画を見てください。今回ね多分ねこの YouTube 見てくださっている方の自営業フリーランスの方は、大体この簡易課税を使おうかなって考えている方が多いと思いますので、今回一般課税は解説せず、この簡易課税の仕組みについてだけ簡単に解説します。基本的に簡易課税は課税売上高が5000万以下の方しか使えませんので、売上がね6000万あるって方は簡易課税は使えなくて、一般課税の計算方法しかできません。では次のスライドで簡易課税の計算方法について見ていきます。はい、それでは簡易課税制度についてです。要は簡易課税制度を選択した場合の計算方法っていうのは、売上に対して載せている消費税額から、仕入れや経費で払った消費税額を引いて納付するというのが基本的な原則課税のやり方なんですけど、簡易課税の場合は売上税額が分かれば納付税額の計算が可能となります。それはどうしてかと言いますと、この売上の消費税に仕入れや経費の消費税額をみなし仕入れ率という専門用語なんですけど、みなしで仕入れ率というのが業種ごとに決まってるんですね。例えば第1種で卸業の方はもうみなし仕入れ率は 90% で計算しますよというふうに決まってるわけです。なので売上の消費税額かける 90%、 要はねみなし仕入れ率 90% を使って計算すると消費税の税額が出るということです。そしてこれは業種ごとにパーセンテージが異なってまして、小売業の方は第2種に該当するので 80%、 またサービス業の方は第5種に該当しますので 50% というふうに決まっております。例えばですね、分かりやすいので少ない金額でしてますけど、実際の1年間の売上でね、この1000円のわけないんですけど、1000円にぬいぐるみの製造業者第3種にこの場合該当します。製造業になるため、そうするとみなし仕入れ率は 70% ですよと。なので売上高に 70% をかけると仕入れ税額は700円ですよと出ます。売上でもらっている消費税が1000円だった場合はこの700円を引けますので、700円を引いた納付税額は300円、消費税は300円納めてくださいねというふうになるわけです。そして簡易課税制度を使うと事務負担の軽減ができます。要は売上高さえ分かればみなし仕入れ率によって計算することができるので計算が簡単、要は事務負担が軽減できます。また申告書の作成負担もぐっと楽になります。ここですね、消費税の申告の負担も少ないです。すごく簡単ってわけじゃないんですけど、原則課税に比べたら圧倒的に負担は減ります。そしてここもう一つポイントなんですけど、簡易課税を選択すると仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存が不要になるわけですね。だから自分の取引先には請求書領収書の時には番号をもちろん載せるんですけど、自分の外注しているところとか仕入れをしている経費を払っているところのインボイスの保存が不要になりますので、そういう意味でも事務負担が軽減できるということと、計算がね比較的簡単ということで、おそらく今まで免税事業者だった方は簡易課税制度を使いたいなっていう風になる方が多いと思います。もちろん業種によっては原則課税で消費税を計算した方が消費税が安くなるって方も中にはねいらっしゃいますので、簡易課税と原則課税どちらが自分にいいのかっていうのはねちょっとこちらでね判断できないんですけど、シミュレーションをする必要があるってことですね。とはいえこの事務負担の軽減とこのインボイス保存、要は仕入れや経費を払っている先のインボイスが保存不要となると、おそらく簡易課税を使いたいっていう方が多いのではないかと思います。ですのでこのように簡易課税制度のみを今回取り上げました。じゃあ消費税払うことになった、インボイス制度登録したとなると、消費税貯金をしておきたいという方は毎月一体いくらぐらい積み立てておけばいいのかというのが次の表になります。先ほどね結論のところで見せた表なんですけど、積み立てのね目安というのが国税庁の方から表が出ています。例えばですけど、小売業をされている方がこの課税期間1年間の課税売上高が2000万円だったとします。そうすると月々の積み立て額というのが出まして、2000万円でここですね、小売業の方は第2種になるのでみなし仕入れ率が 80% になります。なので売上に対する税額の目安率っていうのは 2% になります。
ます。そうすると年間税額というのがだいたい消費税40万円くるってことですね。そうなると毎月いくらぐらいずつ積み立ててばいいのかっていうふうに言いますと、月 3.4 万円を積み立てていく必要がありますよ、まあ、40万円を支払うためにってことですね。というようにこの表は見ていきます。ですので自分の業者がどこの第1種なのか2種なのか3種なのか4種なのかですね、これ簡易課税の方用ですので、原則課税の方はまた変わりますので気をつけてください。で簡易課税で例えばね、サービス業の方は 50% ですので、売上に対する納税額の目標は 5% になります。ですので例えばね、サービス業の方で、まあ、1000万円前後の方は年間の税額、要は消費税の税額が50万円ぐらいくる。ですので 4.2 万円ほど積み立てていかなければいけない、売上から残しとかないといけないということになります。次、2000万円の場合ね、第5種でサービス業の方は年間の消費税額が100万円前後くることになりますので、こちらのね、積み立て目安が上がりまして 8.4 万円ほどっていう風に、まあ、自分がね、課税売上高がどこに当たるのかによって、そしてどこの業種に自分は該当するのかによって積み立て金額がこのようになってますので、こちらのね、表を使っていただけると大体の目安がかかっているかと思います。もちろん目安額になりますので細かくね、計算したものじゃないんですけど、まあ、これぐらい積み立てておくと、まあ、似合うよという目安として使うにはすごくいい表になってますので、皆さん自分がね、どれくらい売上高があってどこの業者なのかっていうのを当てはめてみて、しっかりと年間どれくらい消費税が来るんだろうっていうことでね、皆さんはこの年間税額どこの欄か分かりませんけど、やっぱり消費税って高いんだなとか、今まで免税事業者だったのが課税事業者になるとこうなるのかっていうふうにね、思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあね、インボイス制度一応スタートする予定ですので、対策できるようにしっかりとね、インボイス制度始まった途端に消費税の納税額を決定、うわ払えないというふうになってしまいますと困りますので、今からしっかりと準備、まあ、要は知識をつけておきましょうということです。次、まとめになります。やはりね、インボイス制度導入される予定です。そして税金は一括払いなので、事前にきちんと支払いの準備をする必要があります。それどうしてかっていうと、税金の未納っていうのは社会的信用を失うことになります。例えば借り入れをしたいって時、または住宅ローン組みたいって時に税金を払っていないっていうのは大きなマイナス点、要はね、貸してくれないっていう可能性もありますし、なかなかね、通過しにくくなりますので、普段から税金の支払い、また確定申告の締め切り等々、納税の期間っていうのは必ず守るようにしてください。そしてもしね、どうしてもね、いろんな事情あるかと思うんですよ。払えないなとか、またコロナの影響が出てしまっては一時的に売上がダウンしているって場合は、必ず税務署に相談をしに行ってください、窓口に。そしてこの窓口で相談することによって、理由があったりとか何かしらね、事情があれば対応をしてくれます。これ行かないで払えないから放っておくと社会的信用を失うことになります。なので必ず税務署にね、怖がらないで相談行ってほしいと思います。そして手続きを踏みまして、猶予のね、対応をしていただけたり、まあ、例えばまた分割払いというふうなね、可能性もありますので、必ずその手続きをさえすればこのね、社会的信用を失うということは免れますので、どうしてもの時は税務署に相談していくっていうことを覚えておいてください。こういったことってね、知らないとそのままにしている方多いので、やはりこの情報と知識を持って我が身を守る、まあ、自分のビジネスを守るっていうのが大切かと思います。というわけでね、消費税がいざ導入したらどれくらい消費税の積み立てをすればいいのかっていう話をいたしました。はい、私は税理士川美濃のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、質問や相談がオンライン上でいつでもすることができること。そして2つ目のメリット、サロンズームを定期的に開催してますので、そのね、ズームによって他のメンバーさんと情報交換ができたりとか、私に対して質問や相談をすることができます。3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。これね、ビジネスの視点とかビジネスの考え方、こうやるとビジネスってうまくいくよって話から、まあ、経理や税金の情報の時もあれば、また YouTube や TikTok の撮影の裏側、SNS の裏側、まあ、オンラインサロンのみだけに投げている情報がほとんどですので、気になる方は概要欄 URL から飛べるようになってますので、ぜひよろしくお願いします。月額制で Facebook の非公開グループで運営をしています。はい、そして私はまた本を出版しています。経理節税 Q&A ということで、 Amazon レビューがとてもいいので、皆さんぜひ Amazon もしくは Kindle 版もありますので、自営業フリーランスの方に役立つ情報が一冊にギュッとまとまってますので、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録と合わせて、いいねとコメント、高評価ボタンしていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。他 SNS はインスタグラムもしてまして、フォロワーが 2.8 万人、 Twitter もしてます、 TikTok もしていて、 TikTok のフォロワー 6.3 万人になってます。
ってますので、他の SNS も覗きたいなって方はこちらも概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではね、本日動画の方最後まで見ていただきありがとうございました。今回ね、皆さん消費税納付するってなったら一体いくらぐらい払うことになるのか、また一体いくらぐらいずつ積み立てておけば、準備しておけばいいのかっていうのをね、事前にしてもらいたくてね、いざね始まった時に慌てないようにと思って事前にこの動画を作らせていただきました。参考になれば幸いです。またね、こういう自営業フリーランス向けに役立つ内容、情報をね、動画投稿していきますので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。